朝日新聞の坪倉です、はい、先ほどのですね第2回の統合本部の関係なんですけれども、北ヤード、梅北でですね緑にするというふうに、まあ、以前から橋本市長おっしゃってますが、それとそのリニアの駅を持ってくるというそこのこう両立についてどのように今お考えなのかっていう。あれはね、松井知事がリニアの駅こだわっていまして、仮に駅っていうことをターミナル化、梅北をターミナル化するんであれば、上に今の段階で開発進めてしまうと、ね、上にビル建ててしまってリニアの駅地下に持ってくるってことが難しくなりますからね、まあ、いずれにせよね、都市戦略上まず行政がもう明確なあそこの土地についてのビジョンがはっきり示されていない時には、公がもうそれを抱いておくと、抱えておくと、あとでフリーハンド、どのように使うことが、どのようにも使えるようにね、フリーハンドで抱えておくということで、まあ、緑っていうのは都市戦略上非常に有効なやり方なんですけどもね、だから明確なその使用目的っていうものははっきりした段階でそのように使っていけばいいわけですから、まあ、リニアの駅といってもこれまだ何十年後かの先の話ですからね、そういう意味ではフリーハンドに梅北のあの土地を公がフリーハンドに使えるように公が抱えておく、まあ、それは緑として抱えておくという、そこは両立といいますか、まあ、ある意味その都市戦略として一番有効なやり方でもあると思いますよ。だから別にリニアの駅っていうのにこだわらずに、またその時に違う別の目的が出たらそれに変えればいいわけですからね。都市戦略というか、まあ、都市格を上げる意味で緑というのにこだわって恒久的な緑ということなのかなともともとは思ってたんですけど、それは時代がまた変わってきた時にその時代時代で判断していけばいいんじゃないですか。僕は今はそのように緑というのを思ってますけども、実際に中央リニアが、まあ、開通するとかそこの駅どうするって話が10年か20年先に出てきた時に、いやもうあそこは緑は残して、それはリニアの駅って言ってもあれ16ヘクかそれぐらい全部をリニアの駅にするわけじゃないですから、まあ、一部リニアの駅ということになるんでしょうね。それはその時の時代によって考えればいいと思いますけどもね。だから今の段階で梅北の2期の部分に明確なやはり、方針がないというんであれば、真ん中に緑をドーンと置いて周辺部に、周辺部の街づくりを促すようなそういう核となるものは、僕は緑っていうのは強力なツールだと思いますんでね。いや普通に考えてね、なんかあ面白そうだなとかワクワクするなって感じるかどうかでね、一等地のあそこにそれだけ17ヘクとかの緑がドーンとできたら、そう面白いですよ。続いてなんですが、先ほどの統合本部での発言でですね、まあ、前原ミックスと枝野ミックスの話も触れていただいたんですけれども、まあ、成長を目指すという大きな方針示されましたが、ちょっと改めてですね、なぜじゃあ枝野ミクスを、まあ、目指さないのかというのを、まあ、その先ほどの質問でも人口減少社会というのがありましたが、その中で、まあ、30年で160万人2割弱が減るっていう前提の中であえて枝野ミクスを取らない理由っていうのを教えていただけますか。いや僕あれツイッターで書きましたけども、枝野ミクスも成長ですよ。あれは僕は朝日新聞 の整理の仕方が間違ってると思ってて、前原のミクスも枝野ミクスも両方成長で、それを国外進出型海外進出型に重点を置くのか内需拡大型に重点を置くのかということで両方成長なんです。だから僕が成長を目指すと言ったのは別にその外需取り込み型ね、海外進出とか別に進出だけじゃなくて海外のものを取り込むっていう、前原のミクスってのは海外進出だけじゃなくて、まあそこでの朝日新聞の整理によれば ある意味外需取り込み型だと思うんですけども、まあ、それも大都市は必要だし内需拡大も必要だと、まあ、両方含めて成長を目指すんだということですから、決してその外需取り込み型だけではなくて内需拡大型という意味での成長もこの大都市で目指していこうということなんですけどもね。だから前原のミクス、枝のミクスというよりもむしろ成長を目指すのか成長を放棄するのかっていうそういう整理の方が分かりやすいんじゃないでしょうかね。だから辺境でもいいんだとかいう人は成長しなくてもいいんだという人ですしね、そっちは取らないと、そんな無責任なことを言ってて、みんなで飯を食い合うような関係が重要だって内田さんなんていう人はそういうことを言っておきながらどうやって飯食わされるのかなんて何一つ具体案ないわけですよ。挙句の果てには150人の合気道道場をやっててこれが21世紀の都市型モデルだってありえないですよ。そんなのだからあんなバカな論には従わないということを
今日はっきりと打ち出したわけです。合気道やってみんなが飯食えるんだったらみんな合気道道場やったらいいわけですよ。そんなのは無理です。あれはあくまでも住民コミュニティ、基礎自治体の話であって、やはり大都市大阪というものが目指していかなきゃいけないのは、これは外需取り込み型でも内需拡大型でもどちらでもいいですけども、やはり成長というものは目指さないと今の現実の社会保障制度維持できませんからね。中でその人口減少というのは非常に深刻な問題かと思うんですが、そのまあ30年で160万人というその試算もある中で、どのようにこう、まあ、先ほど食い止めるという食い止めにかかるとおっしゃったんですが、どのようにそういうロードマップを描いていらっしゃるのか。いや、ですからそれはね、方針を決めればあとは行政がしっかり中身決めていくわけですよ。ただやっぱり方向性でね、一番重要なキーワードとして、まあ、誰が言っても当たり前のことかも分かりませんけども、その安全性、災害に強いということと、それから利便性、またそれに省エネというね、便利な省エネ社会、まあ、これは坂谷先生が概念整理してくれましたけども、それから魅力あるという、まあ、こういうキーワードを軸にもう一回、この大阪の今蓄積されたストックを見直すということですね。で、まあ後でまた幹部メール、今日の市党候補本部で整理されたこと、まあ、ああやってね、シナリオのない会議だからいいわけですよ。みんなでカメラ回してみんな取材されてると、なんかあっち行ったりこっち行ったりいろんな議論になってるなと思われるかも分かりませんが、僕は今日会議でスパーンと頭が整理できましたんでね、まあ、そういう成長をしっかり目指す、それは外需取り込み型だけではなくて内需拡大型も含めて、やっぱり大都市大阪は成長を目指すんだと。でコミュニティは支え合いと。でそのキーワードとしてやっぱり災害対策、まあ、これは古賀さんの発言によってね、災害対策、まあ、安全性というところは一つ項目出しをしなきゃいけないなと思いました。それから利便性、省エネ性、まあ、これはもう当たり前です。それが魅力ある都市、これもまあずっと僕が言ってたところなんですが、で一つ今日の議論の収穫は上山先生と坂井先生のまあ、ちょっと白熱した議論の中でね、まあ、これも僕はずっと言い続けてきたことでもあるんですけども、やっぱり既存のストックの組み替え、既存のストックの見直し、やっぱり成熟したこの日本においてはもうインフラっていうのはある程度積み重なってますから、その積み重なって、これもずっと今まで言ってきたことですけども、積み重なってきたインフラとか社会制度っていうのは、やっぱり成熟した社会になればなるほどそこに赤やサビがついてきますんでね、ある程度積み重ねられた蓄積はあるんだけれども、やっぱり今不自然な形になってる、これを自然な形に戻すというだけでね、相当な都市力が再生するんじゃないかという、まあ、上山先生の今日の議論、まあ、これでスパーンと頭が整理されましたから、今蓄積されたそのインフラとか、まあ、制度とかそういうものをもう一度自然な状態に戻す、まあ、典型例は地下鉄ですよ。地下鉄の自然な姿といえば市場原理、企業経営、ですからそちらに戻すというだけでね、計り知れない、都市力の再生に僕はつながると思ってます。だからどんどこ金をつぎ込んで、また埋め立てをやって、トンネル掘ってとかそんなことはやりません。まあ、リンクタウンのあそこ、何でしたっけね、クールジャパンフロントにするとかね、それから夢島先島が戦略総合特区に指定されましたから、あそこの大規模港湾の埋め立て、の開発事業をもう一回練り直してさらにブラッシュアップかけるとか、まあ、そういう手法でね、大都市大阪の成長を目指していくという、まあ、非常に今日の議論で頭の中が整理されましたけどもね。大きな話の後でちょっと恐縮なんですが、ちょっとややローカルの話で、はい、今里筋線についてちょっと言及で、まあ、市民の足としては違う方法もというふうにおっしゃったんですが、まあ、ちょうど選挙戦の最中に前平松市長は、まあ、延伸について言及されてましたけれども、このあたりもう一度改めてもうこれは凍結のままでいくのか、それとも、まあ、とりあえず一から議論するのか、そのあたり府市統合本部で、地下鉄問題の一つとして議論はしますけれども、平松市長と違ってこれはどんどこ進めるという方向で僕は舵は切りません。まずは経済的合理性のもとで、民営化されたね、経営陣が判断すべきことだと思います。今里水線は輸送効率非常に悪い路線ですから、これをまた市民の足という視点だけでね、
事業を進めるなんていうの、こんな、これを、こういうことをやめるために大阪都構想っていうものを掲げたわけですから、まあ、優先順位、先ほど言いましたけども、大都市大阪を成長させる、まあ、利便性、とかそういうことを考えてきたときに、まずやらなければいけないその鉄道路線はどこなのかっていうのを、大阪市の視点だけじゃなくて大阪府域全体、大都市大阪という視点でその路線については判断したいと思ってます。ございました。だから市民の足は輸送効率の悪いあんな地下鉄を引いて、あれまた終点があるんでしょ、どこかにつながるんじゃなくて、また終点を作るような地下鉄なんか引いても意味ないんでね、もしそういうことであれば別のその移動手段というものを探していくのがね、それが今度少子高齢化時代をね迎えるにあたっての便利な省エネ社会ということを目指したときに、地下鉄じゃなくて市民の足は別のものがあるでしょというところを考えていく、まあ、軸として今日の便利な省エネ、都市を目指すという非常にそれもいい軸になるかと思うんですけどもね。関西テレビの安村と申します。今少し夢島特区の話言及ありましたけれども、昨日少し法人税ゼロにするという話を議会で少し出まして、はい、少しこの点詳しくお伺いしたいんですけれども、まあ、固定資産税とか非常に安定的な財源だと思うんですけれども、これはもう時限措置という理解、時限措置ですよね。ですよ。で大体なんですけれども、まあ、数年ぐらいだと思うんですけど、大体のそのスパンですとか、どの程度この、措置を続けるのかとか、そのあたりはどういうイメージだ、これはね、制度設計についてはやっぱり専門家がやらないとダメでしょうね。必要なことはどれぐらいのインセンティブを目指すのかという方向性をやっぱり示すところが政治決定であってね、これはもう行政判断にやると、それはあそこの誘致を目指したい局はできる限りインセンティブ与えたい、税金はゼロにしたいという考え方が出る。しかしやっぱり財政当局からすればね、そう簡単には税金ゼロというわけにはいかない、まあ、これは国の議論である財務省の議論と所管省庁の、まあ、ある意味バトルみたいなことになるわけでね、そういう状況の中でやっぱりトップが、政治家が方針を示さなきゃいけない、まあ、その役割だと思うんですね。まあ、松井知事とこのあたりは話をして、もともとこの特区構想を打ち出したときには僕は税金ゼロが まあ、ある意味の絶対条件だという思いでこの特区という制度をずっと、構想を練り上げてきたところがありますのでね、やっぱりこれは税金ゼロですよと。で地方税がゼロということになれば、じゃあ国税どうなるのって話にもなりますから、まあ、そういう意味でも地方税はこれは松井知事と大阪府庁とタッグを組まなければなりませんけれども、やっぱりゼロを目指すと。あと期間とかそういうことはね、これはもう行政の制度設計なのかなというのを思ってます。世界の例を見ればだいたい5年とかそのあたりが一つの基準であるっていうのは、世界の例を見て、まあ、僕の頭の中には、まあ、5年っていうのは一つ基準にあるんですけども、ただ具体的な制度設計はちょっと行政にまたプランを練ってもらって最後決定しますけどもね。海外の事例なども研究されているかと思うんですけども、例えばこうモデルにしているようなところがもしあれば、こういう国のこういう地域の特区とか、それはね、いろんな海外の特区でも事情が違うんでね、それは中国の中間村にしたって、上海の二次橋のところだって、特区の成り立ちっていうのは違うし、インドネシアの、なんとかっていう橋を越えたところだってそうだし、韓国のインチョンもそうですが、北朝鮮まで特区やろうって言ってるんですからね、みんなもう事情が全然違うので、まあ、そのあたりは勉強するって、僕がそんなところ細かくできませんから、これはやっぱり官僚の、知恵で、作ってもらいたいですね。ただこれはね、財政局長と稲森さんとまあ話をして、今の制度上の問題点というのはあるんですよ。こういうところが国の形を変えなきゃいけないというところなんですけどね、大都市大阪でありながら、その税源、主な税源というと固定資産税なんですよね。そうすると企業誘致というものがどんどん来たとしても、固定資産税というものはどんどん伸びるわけではないんですよね。だから企業誘致をかけていった時のその税収ってものがどこに行くかというと、基本的には広域行政、まあ、大阪府の法人事業税とか法人市民税ですか、そちらの方に、まあ、行くと。そこのバランスがだからきちんと取れてないところがね、大都市戦略を描けないところですよね。だから大阪市っていう立場にとらわれ、大阪市っていう立場にこだわってしまうと、固定資産税減免して企業が来てもね、
あんまり税収増えないやんかっていうような、そういう構造上の問題もあります。しかしそういうことにとらわれずに、大阪全体のことを考えれば、企業が あそこに集まるってことは、これはプラスであることは間違いないんでね。だからやっぱりここの大きな方向性に対して政治が決定するっていうのが重要になるんでしょうね。あと、行政上のその構造上の問題っていうものは、それは制度を変えていかないとダメな話ですよね。府知事時代は、台湾であるとかインドであるとかビジネスセミナーも何度か行かれてたと思うんですけれども、戦略的にこの地域をとかこの国の企業とかそういったお考えっていうのは、いや、そうはないです。今のところはそういうところは別に絞らなくても、とにかく、国際戦略総合特区で分野が最初5分野ぐらいに集中するんですかね。まあ、そういう分野に、ただ国際戦略総合特区っていうのはアジアから企業を引っ張ってくるというよりも、国内企業が外に行くのを食い止めたり、国内企業が活性化するというような、どうも特区の構造になっているのかなというふうに思いますけどもね。アジアから企業を引っ張ってくるというんだったら、アジアに向けてもう大発信ができるぐらいの、ね、インセンティブを与えないと、それはアジアから来ませんよね。まあ、そういう意味で税についてはゼロというのは、これ日本で初のことなのでね、本当は国税にも連動して、それぐらいのメッセージを、これはできるのは政治しかないですから。ほら、行政当局と行政当局で議論してたら、税はできる限りやっぱり負けたくない、税収がこうだああだってそういう議論になりますからね。こんなのはもう政治家がバーンともう方針出すしかないんですよね。それは民主党政権がもう特区ゼロ、税金ゼロって言ったらそれ決まるんですけどもね。